北王子バスターミナル北王子バスターミナルは、京都市北区にある、京都市営バスのバスターミナル。京都市営地下鉄カラスマ線、北王子駅に隣接し、京都市営バスカラスマ営業所と一体となって、北王子タウンの地下にある。北王子2とカラスマ2の北西角にあり、京都市電のカラスマ車庫の時代から北王子2のランドマークとなっている。そのため、京都では、 南北と東西の通りの名前を合わせて、カラスマ北王子と呼ぶべき周辺地域が、この呼び方はほとんど使われず、北王子バスターミナルあるいは北王子駅と呼ばれる。世代によっては、今でもカラスマ車庫が通じる。路上のバス停留所も、長らく北王子駅前であったが、2014年3月に市営バスはカラスマ北王子に改称された。地上部は、 市電のカラスマ車庫を経て、市営バスカラスマ営業所、地下鉄カラスマ線、北王子駅であったが、経営改善のため車庫用地の有効活用を目的として大規模商業施設が建設された。運営は第3セクターの北王子タウン、テナントにはビブレやコナミスポーツクラブなどが入っている。北王子2の北側にあり、バスはスロープを降りて地下2階に侵入する。 入って、すぐの、バス折り場、は、カラスマ営業所の系統及び当初終点の系統が、停車し、校舎扱い、乗務員交代、時間調整、場合によっては、運転打ち切りなどを行う。9条、西カモなどカラスマ営業所以外の系統で、当初が終点でないものはここには停車せず、乗り場に直行する。折り場から、バスが180度向きを変えたところにある乗り場は、 A から D の赤乗り場と E から G の青乗り場がある。相互は地下3階に降りて連絡する。東にある赤乗り場は北王子2を東へ向かう路線、西にある青乗り場は西へ向かう路線が停車する。地下3階は連絡通路、定期券発売所、案内所、京都市証明書発行コーナー、地下鉄連絡通路がある。 カラスマ営業所は折り場に隣接して走車室や乗務員控室があり、バスの走行経路でいうと、奥、方角では北に車庫があり、一部は地上に設備を有する。すべて、京都市営バスの路線と京都バス34.35号系統が乗り入れる。過去には、岩倉、国際会館方面やおむろにんじ、山越方面、花園、大角寺方面のバスも発着していた。 長距離バスはこの地域には運行されていない。1997年に大原行の市営バス北6号系統の移管を受けた京都バスの大原方面系統が乗り入れを開始したが2002年に国際会館駅発着へ移行する形で廃止された。北王子2を運行する京都バスの系統は他にも出町柳駅を起点に市原 広川原などへの路線があるが、北大路2の北大路駅前停留所に停車し、東バスターミナルへの乗り入れは行っていない。雲毛畑へ向かう、雲ヶ旗バスもく号も、道路上のバス停を発着する。2019年3月16日のダイヤ改正により、17年ぶりに市原、制限方面の系統のみが乗り入れとなる。ありがとうございます。